ルカクがね、移籍するのはどこがいいかなみたいな。みんなどこ見たいどこで見たいなみたいなね。僕結構バルサとかも見,て見たいですけどね。チェルシーがフレンキーディオンが欲しがってるからそのトレードとかないかね。これさ、あ、そうそう、だからどう聞こえるか分かんないっていうので、だからツイッターとかもボケにくいじゃないですか、もう。なんかそれで炎上発言みたいな。今日ね、それでやめたのが、森田さん、ラリーガのね、あの解説とかやられてる記事とか書いてる。森田さんが、 あの僕も森田さんツイッターフォローしてて、森田さん現地の記事を訳してくれるんですよ。で、オスカル・ロドリゲスにヘタフが興味とかさ、そう、セビージャがマルシャに,に関心みたいなのをつぶいてくれる。その中で、あの、バルサはモラタを諦めていないっていうのがあって、いやいや、そんな壮大な夢じゃねえだろうっていう。<laughs> 目標にするほどのことじゃねえわっていうふうに思って。バルサがモラタを諦めていないっていうのさ、なんか面白いじゃん、その字面が。 バルサはもらったわ。いや、諦めるう々ぬって追うもんでもないからもらったって言ってそれを、いや、追うもんでもないみたいな <laughs> ツイートしたときに、森田さんが嫌な気になったら嫌だなとか、なんか思ったとこじゃないやつ来たら受けもしねえなみたいな。ってなるとこういう、まあ今日生配信で言おうみたいな。っていうののこのフィルターが当然ゥエルにはないですからね、基本は。みたいなやつあるなっていうね。ルカクみたいとこ。 あ、アーセナルもそうだね。でも、だから同じプレミア同士で移籍許すのかっていうのがあってね。シティとかアーセナルとかね、見たいけどね。アストンビラとかワトキンス頑張ってるからな。だからトップがいなくて、周りを生かしながら自分も点取れるみたいだね。そう、ね、そうアーセナルにあげたくないだろうしね。アーセナルのユニフォーム、ルカク似合わなそう。バルサー結構やっぱ青が似合うよね、ルカクはね。 そのねユニフォームの色似合う似合わないって結構活躍するの大事なんだよね。ヘルナンド・トレスミランに、ね、似合ってたんだけど活躍しなかったんだけど。逆にシェフチェンコとかチェルシー似合ってなくてやっぱ活躍しなかったよね。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、ね、えー、どうぞ、そば TV よろしくお願いします、ね。最後まで見てくれてありがとう。 者は「経験から」「案件者は歴史から」「敵味方関係なく学べ」「一から資料まで」